はい、皆さんこんにちは、伝説のリーです。まあ、最近ね、ツイッターの方で話題になっていたんですが、なんとこの第五人格でね、チートの被害に遭ってしまった方がいらっしゃいました。いやー、めちゃくちゃ悪質ですよね。でね、まあ、その方から、実際にそのチートの被害に遭った時の映像をご提供いただきましたので、今回の動画では、まあ、その映像を見つつ、皆さんがもし今後チートの被害に遭ってしまった際にどういった行動を取ればいいのかっていうのを解説していきたいと思います。まあ、皆さんのね、行動一つ一つでこういった悪質な行為がどんどん減っていって、この第五人格がね、もっとよりいいゲームになっていくと思いますんで、よかったら動画の方を最後まで見ていってください。はい、ではね、実際のその、被害に遭った時の映像の方を見ていきたいと思います。まあ、今のところ普通ですよね。で、この映像を見ていただくとわかるんですけど、泣きピエロをね、ランクまで使ってるんですよ。そう、だからめちゃくちゃ最新のね、この映像なんですよね。いや、だからね、本当に今でもね、チートの被害っていうのは、まあ、後を絶たないっていうことなんでしょうね。いやー、驚きです。まあ、でね、今回、まあ、この被害に遭われた方なんですけど、携帯の機能を使ってね、画面録画をしておりました。いや、これね、めちゃくちゃ大事です。まずこういった、まあ、チート被害だったり、まあ、他のね、迷惑行為だったり、まあ、そういった場合に遭遇したときは、まあ、画面録画をするだったり、スクリーンショットを、撮るなりね、まあ、して記録を残すようにしましょう。まあ、っていうのも、この後運営さんに報告する際の、まあ、材料にもなりますし、まあ、何時何分にね、どういった状況が起こったっていうことが、まあ、しっかりとね、映像に残って後で確認することもできますんで、これはね、非常におすすめな方法となっております。さあ、そうさあ、完全にちょっと今動きがおかしかったですね。はい。うわー、やばかったな、今の動き。そして心音がする。おーっと、いきなり出てきた。いや、やばいな。いきなり出てきた。うわー、完全にやってるわ、これは。やってるなー。うーわ、ひどいな。うわ、はい、や。こんなに、うわー、こんなに露骨に、チート。もう何も隠す気ないじゃないですか、このハンター。いや。いや、これはやばいですね。いやー。まあ、今までもね、まあ、第五人格って、まあ、いろんなチートとか、まあ、あったりしたんですけど、ここまで露骨なのはちょっと初めて見ましたね。やば。なんだこの足の速さは。うわー、風船がもうすごい勢いで。うわー、これは。いやー、もうすごすぎて逆になんかもう、笑っちゃいますね、ここまで来るとね。いや、ほんといけない行為ですけど。さあ、これ瞬間移動で帰ってきた。お、銃撃った。あ、でも銃は普通に効くんだ。あ、これは普通に効くんだ。え、なんだそれ。攻撃した後の動きおかしいだろ、それ。うわ、もう目の前でサバイバーの目の、うわぁ。いやぁ、えぐいですね。こんなの勝てるわけがない。これ、うわ、はい、いや、すぐ椅子に持っていくと。で、これ風船に持った後も。はい。うわぁ、ケバブ。悪質すぎるだろ、この人。いやー、チートした上にさらに、これはちょっともうかばいようがないですね。いやー、ここまでなのか、いやー、すごいですね。なるほど、なるほど。いやでね、この方ね、その1日にね、2回も同じ方とマッチングしたらしいんですよ。そう。ほんと気の毒すぎますよね。で、こちらが2試合目。同じ人と2回マッチするって。さあ、で、今回も。いやいや、おかしい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 。いや、今見た一瞬で占い師ターン しましたよ。なんだ、それは。さあ、で、今真ん中にいても明らかにもう動きがおかしいですね。で、占い師を持ち上げる。はい。さあ、もうおかしい、おかしい、おかしい。いや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 。いやー。これは。いや、本当になぁ。すごいなぁ。いや、今までもね、なんかその、まあ、見たチートだと、まあ、若干足が速くなるだったりね。あとなんか、サバイバーの場所が、まあ、見える、透けて見えるみたいな。そういうね、チートは、まあ、聞いたことがあったんですけど。これはやばいね。めちゃくちゃ足が速くなる。かつ、なんかオートエイムみたいなの入ってそう。いや、でも入ってるでしょ、これ。いや、でも、うわぁ。いや、おかしい、おかしい、おかしい。それが当たるのおかしい、マジで。
絶対入ってますね、そういうオート M 的なやつ。いやー、早いな。マジでこれ勝つ方法ないんじゃない？これはさすがに。うわー、いやー、ひどい。これはひどいですね。いやー、これはひどい。本当にびっくりした。まあ、という感じでね、まあ、これが実際に被害に遭った際の、まあ、映像になります。いやー、ほんと、これはちょっと許せないですよね。いやー、でね、実際に、まあ、その、ハンターさんのね、まあ、ID というか、まあ、プロフィールの方がこんな感じになっております。はい。4段の2で、勝率 100%。で、勝率、対戦数が113回で、勝利数も113回という。うわ、やってんな、これ。やってんな、もん。すごいですね。全試合チート使ってんだ、これ。うわー、すごい。本当にもう、何も隠す気のない。いや、すごいです。ここまで来ると、本当逆にすごいですよ。はい、という感じで、ね、まあ、こんな感じでございます。はい、ではね、こっからは皆さんが実際にそのチートの被害に遭ってしまった際に、どういった行動をとっていけばいいのか、こちらの方をね、解説していきたいと思います。主にですね、3通りの方法があります。まず1つ目。こちら、一番簡単な方法ですね。ゲーム内の通報ボタンを使って、その人を通報するという方法です。まあ、このゲームはですね、まあ、対戦が終わった時だったり、まあ、その人のプロフィールを開いた時に、通報することができる、通報ボタンっていうのがあるんですね。まあ、今回はね、この、戦績の方から、やっていく例をね、ちょっと見せていきます。まあ、自分のその戦った戦績の後、こちらにね、通報ボタン、この戦績の、まあ、キャラクターの右にありますよね。で、まあ、その該当する人に対して、こちらの通報ボタンを押します。するとですね、このように、その通報の内容を選択する項目が出てきますので、自分がね、当てはまるものを選択してください。まあ、今回だったら、このチートの疑いがありますというやつですね。で、下に、文章で、まあ、どういった内容があったのかっていうのを詳しく書いて、通報、右下の通報を押してください。まあ、でね、今回みたいに、自分は被害に遭っていないんだけど、他の人が被害に遭っているのを見た、知っているという場合も同じく通報することができます。その場合はですね、このように友達検索の欄から ID を入力してください。で、その人で間違いないかっていうのをまずは確認をして、間違いがなかったら、このボタンから押して、ね、通報することが同じくできますね。で、これが一つ目の方法です。続いて二つ目の方法を紹介していきます。二つ目の方法なんですが、少し手間がかかるんですけれども、一つ目の方法よりもかなり効果的な、そんなね、通報の仕方がありますんで紹介していきます。こちらなんとですね、運営さんも推奨している方法になりまして、先ほどよりもね、詳しい状況を伝えることができるんですよね。はい、ではね、実際に見ていきましょう。まずは、こちら、最初の画面の右上のボタン、歯車のボタンを押してください。すると、右下の方にサポートというのが出てきますんで、その一つ左側、お問い合わせサポートの左にあるお問い合わせボタンを押してください。するとですね、このような画面が出てきます。アカウント復旧申請だったり、まあ、いろんな項目があるんですが、右上の通報について、こちらですね、こちらのボタンを押してください。まあ、するとですね、こういった画面が出てきます。で、まあ、運営さんからの最初のメッセージにですね、この1番、広場チャットで通報する、2番、戦闘完了で通報するっていうのがあるんで、まあ、これどちらでもいいので、このボタンを押してください。するとですね、運営さんからまたメッセージが届きまして、この最新のメッセージの一番下の方にですね、解決できない場合はここをタップしてくださいというのが出てきます。ではね、それをタップしてください。するとまたメッセージが来て、右側の方に通報窓口というボタンが現れます。そしたらですね、こちらの通報窓口というボタンを押してください。するとですね、このような通報専用の画面が出てきます。そしたら、こちらね、表示されている内容を、まあ、一つ一つ、入力していてください。まずは相手の名前ですね。で、この相手の名前なんですが、今回みたいに、まあ、この、他の国の言葉だったり、変な記号があったりしてね、正確に入力できないことが結構あるんですよ。そういった時はですね、僕おすすめする方法がありまして、Google フォトっていうアプリを使ってください。このアプリを起動していただいて、右下のね、カメラのようなボタンを押していただくと、なんと、この写真から簡単にね、文字をコピーすることができますんで、これをね、使用すると非常に便利です。はい、ではね、その機能を使って実際にコピーしたものをこのようにペーストします。するとね、他の国の言葉でも簡単にこのように、打ち込むことができます。他には相手の ID、まあこれはそのままですね、相手の ID を入力してください。続いてサーバー、
まあ、これはね、基本的に皆さん、アジアサーバーでプレイしてると思いますんで、まあ、自分のプレイしてるサーバー、まあ、僕だったらアジアというふうにね、入力してください。で、続いて問題の詳細。これはまあ何時何分に、どういった問題が起きたかっていうのを詳細にね、ここに入力してください。そして最後にキャプチャーというところ。これは写真を送れるところですね。自分が撮ったスクリーンショットの中からチートだっていう、まあ、それが、まあ、ある程度わかるような写真をね、選んで、こちら選択して提出するということで、二つ目のこちら通報が完了となります。はい、ではね、続いて最後、三つ目のやり方の方を紹介していきたいと思います。三つ目なんですが、運営さんのお問い合わせ用のメールアドレスに直接メールを送るといった方法になります。まあ、この方法はね、一番手間がかかるんですが、まあ、このチートだけじゃなくて、いろんな意見だったり、トラブルだったりをね、問い合わせすることができますんで、こちらね、よかったら今のうちに覚えておいてください。ではね、実際にどうやってやっていくかなんですが、まあ、こちらの画像の一番下にあるメールアドレス、まあ、ちょっと見づらいんで大きくしておくんですが、こちら宛にメールを送ってください。で、メールを送る際はですね、まずお問い合わせの書類、どういった内容のメールなのか、次にキャラ ID、そしてキャラ名、そして機種名と、問題が発生した時刻、そしてね、お問い合わせ内容をね、詳しく送ってください。これ、メールで送る際なんですが、結構注意点があるんで、こちら一時停止してね、ぜひ見てから、メールの方を送ってください。はい、ということで、以上がですね、自分がチート行為に遭ってしまった際に取るべき行動の解説になりました。まあ、これですね、チートだけじゃなくて、他のいろんな悪質な行為だったり、まあ、通報するね、ものに対しては全て当てはまるやり方ですんで、まあ、ぜひこれはね、覚えていってください。まあ、これをみんなが覚えることによって、どんどん通報の数が増えてね、逮捕人格がもっとより良くなると思いますんでね。で、この通報なんですけど、実際にやって意味があるのって思う方もいらっしゃると思います。はい。いや、これね、意味あるんですよ。そう、実際に意味あるんです。まあ、ていうのもですね、運営さんが公式ツイッターの方で、まあ、不定期ではあるんですけど、その違反行為を行った人に対してアカウント停止処分をしたっていう報告をしてくださるんですね。こんな感じで。そうなんですよ。で、通報にご協力された皆様ありがとうございましたっていうふうに言われてるんで、この通報はね、本当に意味あります。で、実際にこのルール違反、処罰リストっていうのがありまして、こんな感じでね、莫大な数の人がアカウント停止処分を食らっているということで、いや、すごい数ですよね。逆にこんな人数がチートをしてるっていうのが怖いですね。いや、本当にね、運営さんの対応が素晴らしすぎる。まあ、こんな感じでね、皆さんの通報が、まあ、こういった悪質なプレイヤー一人一人をアカウント停止処分に持っていけることになりますんでね、ぜひぜひこの通報っていうのはやってみてください。はい。いやー、かなりね、まあ、ショッキングというか、すごい衝撃的な動画でしたね、今日はね。いや、僕もね、びっくりしましたよ。もう生でこんな、まあ、生っていうか、自分がね、なったわけじゃないんですけど、こんなものを見たのは初めてだったんでね。いや、びっくりしました。いや、だって普通はこうなるからね。もうこんなに一人のサバイバーをね、倒すのめっちゃ大変だし、カーボーイの対策するのもめっちゃ大変だから。これが当たり前ですから。ですから、チーターの人はね、もう一瞬で、ここ持ち上げてから殴ってましたからね。いや、ひどいな。皆さんもね、本当に、まあ、チートというか悪質な行為は絶対ダメですから、しないようにね、してください。さあ、ここカーボーイが本当にもう強い。もう、強すぎる。教会のカーボーイ強いよね。いや、強いわ。あ、だけど、さっきのチート見てからだったら、やっぱりそれでも、なんか納得はいくね。うん、いつもね、なんか、それこそ、強いキャラとかに対してね、チート級の強さみたいなこと言ってますけど。やっぱりチートは格が違いましたね。はい。まあ、てな感じでね、ここからはちょっと試合の方を解説しながら、まあ、喋っていきたいと思います。さあ、この状況はですね、囚人が、ダウン一回取ったんだけど、カーボーイが強すぎて、トンネル、回避をさせられてしまったっていう感じですね。そう、僕もね、ちょっとまあ、今回の件があったんで、久々にね、例を使ってみたんですよ。これランクマですよ、ランクマ。そう、普通にカスタム戦でやればいいのに。カスタム戦でやればいいものを、サゴキャブの一撃取って、しかもクロリアの救助狩りを決めていくと、素晴らしい。やっぱりこれだよな。もうチートを使わないでさ、もうなんていうの、自分の力で勝った時のこの気持ちよさ。もうこれがたまらないね。やっぱりもう、正々堂々と戦うべきですよ。ほんと楽しい。ここも引き打ちがしっかりと決まっていくと、
ただね、ちょっと S の方にパペットがなくて戻れなくて救助されちゃったんですよね。いや、相手のこのカバーがなかなか早い。いや、うまいですね、相手もね。さあ、ここでまずは板を割る。そしてちょっとだけ戻る。今回まだ魂がね、ありますんで、できれば次も救助狩りしたいところ。さあ、救助をした機械技師と、そして傭兵がダブル救助来ますね。もう本当にいい連携ですね。さあさあさあ。さあ、ここどうなるか。できれば救助狩りしたいところ。さあ、だけどやっぱり、うわー、カーボーイ、カーボーイマジで厄介だな。この試合カーボーイに苦しめられすぎてる。いや、強い。強すぎる。結構オフェンスとかだとね、クロレを置いて対応できたりするんだけど、カーボーイちょっとむずいよね。そこでちょっとクロレを出してカーボーイの方に行ってもらうんですけど、ちょっと時間がかかるのよね、カーボーイのとこまで行くのに。そしてオーバーリーになっちゃうから、まあ、必然的にちょっとクロレオがつく前に取られちゃうっていう。いやー、難しい。マジで苦戦してるな、カーボーイ。うわー、ここも板当てられる。カーボーイ、君は本当に恐ろしいよ。もう、きちい。きちいな。まだ赤パペ置いて、ちょっと牽制しつつ、でもここでね、カーボーイさん引いてくれたんで、まあおそらくあんま縄なかったのかな、もう。そこ引いてくれたんで、なんとか飛ばすことができましたと。いや、長かったですね、本当に。本当に長かった。やっぱこれだよな、第五人格は。さあ、ここでカーボーイのダウンが取れたらマジで激アツ。もうカーボーイは次飛びですんでね。そこね、ダウン取れたらマジで勝てるんですよ。さあ、こう乗り越えて、レオは乗り越えが早いので、本当に一瞬で乗り越えられる。そしてダウンが取れた。で、通電はしませんので、ここでカーボーイも釣れると。いやー、よかった。なんとかなりましたね、本当にね。危なかった、危なかった。あの状況、傭兵救助狩りしたのにも、関わらずね、ちょっと危なかった、カーボーイのせい。あれですが、ここはカーボーイが釣れたので、よし、ということで、カーボーイが飛びです。よーし。さあ、いいですね。楽しいね。で、ここもね、ちょっと守っていきましょう。はい。で、あとなんか、なんだっけな、チートだけじゃなくて、悪質な行為とか、あとなんか、やばい名前のやつとかもね、なんか通報できるみたいですね。そう、知らなかった。知らなかったのよ。そう。結構、第五人格って、その、まあ、NG ワードとかがありますけど、まあね、その NG ワードの穴をくぐり抜けてね、やばい名前にしてる人も結構いますし、なんかそういったとこでもね、通報できるみたいですね。あとなんか暴言とかね、そうそうそう、暴言とかがチャットで暴言吐かれたよっていう時も、まあ、この通報のが使えますんでね。まあ、ただ暴言ってなると、まあ、一時的に第五人格ができなくなるだけで、まあ、このアカウントが停止になるっていうことはまあないとは思うんですけれども。まあ、こういったとこもね、なんか、うまくいけばいいですよね、暴言問題。まあ、たださ、やっぱりその、ありがとうチャットが前消えたじゃないですか。まあ、それだけで結構良くなりましたよね。うん。なんかね、他に変わるチャットも出てくるかなと思ったし、まあ、実際にね、まあ、他に変わるチャットが、まあ、ないかって言われたら、まあ、あるんですよね。まあ、なんか、いろんなチャットを駆使して、まあ、煽ろうとしてる人は煽ろうとしてるんですけど、まあ、やっぱりそれはそれでもね、ありがとうよりはだいぶマシなんですよね、うん、心の持ち方的には。さあ、ここはいい引き打ちが決まった。ね、だから本当にあれはね、いい修正だったなというふうに思いました。で、あとは、まだ対戦後チャットのね、問題が残ってるんで、まあ、そこが今後どういった対策がされていくのかっていうのは非常に楽しみなところではありますね。うん。まあそういったところもね、また速報が出したい、皆さんと共有していきますので、その情報を待っていただけたらなというふうに思います。さあ、境界横とレカペがもうだいぶ進んでますね、もう。もうお互い8割、9割といったところでしょうか。さあ、かなり進んでしまっています。まあただ、レイはね、ここからもめちゃくちゃ強いですから、もうパペットを置くだけでね、妨害になるし、すぐね、飛んで守りに行くこともできるし、いや、本当に優秀ですよね。やっぱり、このレオ、初動がな、初動が一番大変ですけど、そこさえし、仕留めてしまえば感はありますよね。さあ、ここで、パペット回収、解除されてたんで、すぐさま回収して戻っていくと。歴史がね、このボールを持ってるのよ、ボール。なんで君はそんないいものを引き当てたんだい？すごい運いいね。いやー、ボール、マジで厄介だな。さ
さあまたすぐさまちょっと傭兵の方に戻りまして、さあできれば倒したいですね。ひじ当てを傭兵めっちゃ温存してるんだよね。そうまだ持ってるのよひじ当て、まだ多分ありましたよねひじ当て。さあここで、黄色パペットが反応したので義士のダウンが取れると。さあようやくです、はい、ようやくダウン取れました。もう長かったです本当に。はい、そして黄色パペットの方に行くと、いやー本当に長かったですけどね、やっぱ楽しかったですね。皆さんもねぜひなんかこういった感じで普段使わないハンターとかやってみるとめちゃくちゃ楽しんでね、すごいおすすめです。さあここも倒せるんだけど鬼没で、もう肘当てがもういくら持ってんのよって、もうあなたどれだけ持ってんの肘当て。ですがここは鬼没でダウンを取っていくということで、あんまり使わないレオでランクまで勝つことができました。なんかね僕レオ使うと結構勝てるんですよねランクマ。今シーズンもねなんか6回ぐらい使ったんだけど勝率では 75% くらいありました。なんか意外と勝てる。はい、ということで、これで見て4釣りですね。はい、対戦ありがとうございました。ということで皆さん今日はねあのチートの動画、見ていただいたと思うんですけど、通報とかね、しっかりやって、これからも第五人格をより良いものにしていきましょう。ということで今日はご視聴いただいてありがとうございました。ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。